会長、今私のことを誘いましたか？男女で見に行くと結ばれる映画に私と会長の男女で行きたいと。あらあら、まあまあ、それはまるで、まるで告白のようではないか。白金突然の窮地。そういう使い走りみたいな罰ゲーム良くないと思います。かすみだって最初私に英語を教えさせようとしたじゃん。違います、バシリみたいなのがダメって言ってるんです。私は別に構わないけど。ダメです、花子さん。最初は些細なことでもだんだんエスカレートすることもあるんです。普段この俺を見て過ごしている篠宮だぞ。俺と比較すればその辺の男など喋る雑草にしか映らんことに気づかなかったのか。篠宮が相手にするはずもなかろう。デートするつもりなんですか？もちろんです。血迷ったか篠宮。そんな顔も知らない相手の誘いにホイホイ乗るなんて。似合わない。大丈夫だってよ、かすみさん。全然臭くなかったよ。はい、次。アポクリーガンダム。アポクリーって何？その程度のものが真実の恋ね。他の男に言い寄られた程度で忘れられるものが真実の恋のはずがない。可能性はあるって言っただけじゃないですか。そうかそうか、ご大層な恋だな。私が心配ならなりふり構わず止めるのが道理です。落ち着いて。ハウマッチっていう時に吸い込んでもう一度舌の中に入れるのよ。授業中に飴は食べないように。行きますからね、会長。かぐやさんが誰かのものになっちゃうなんてやだ。大学なんてやだ。あ、やだやだ、ひどくなっちゃわないで。大好きです。じゃんけんぽん。じゃあこっちから行きます。はい。藤原さん、友達だと思っていたのですけれどね。あなたが明日死ぬとしても私はもう助けてあげません。何かしましたか？私たちまだ学校に迷惑かけてないはずです。まだ？あれ、おかしいな、混乱してる。